初めて会った時はね、初めて会ったとは思えないような印象、もうずっと昔から知ってるような印象を受ける方だけどね、うん、お相手様はあなたと巡り会うための準備をすごくしっかりしてるよっていうのが見える。とても自然に、偶然に、それは必然なんだけれども、出会ったように感じるんだけど、本当はね、幾多の困難を乗り越えてあなたの前に、現れてるんだよっていうのがね、見えるかな。だけどなんか初めて会ったとは思えない、ずっと昔から知ってる感じだよっていうのをね、そういう印象を受けるっていうのが見えます。で、内心はあなたのことをね、とても束縛したいとか独り占めしたいというような大人げない衝動を隠し持ってるっていうのが見える。虎視眈々とお相手様はそういう野心を燃やしてるよっていうのが見える。だけれどもあなたも負けないんだよね。あなたも強くて、このお相手様の言いなりにはならない。で、そこで一回終わりを迎えますっていうのが出てます。ですが来てるね。だからここで多分終わってしまうと、そこまでの、恋だったんだろうなっていうとこなんだけれども、ひょっとすると、ソウルメイトとかね、ツインレイっていうとちょっと言い過ぎかもしれないけど、同じ課題を持ってね、この現世に、今回のね、この今世に生まれてきてる人かもしれないよね。心の一つのパートが未成熟で、その部分を解決しなさいと、成熟させなさいっていうことでこの方と出会ってるんだよ、この方もあなたに会いに来てるんだよっていうメッセージが来ますね。だからとても初めて会ったとは思えないんだけど、だけど意外に、やっぱり同じようなものの考え方、同じようなこう見えない力みたいなものが働いてるから、やっぱり衝突しちゃうんだよね、すごくね。だから終わりを迎えちゃうんだけど、ここをそのお互い理解し合ってね、お互いがお互いの立場に立って、相手がなぜこんなこと言うんだろうかとかさ、自分はなんでこんなこと言っちゃうんだろうみたいな些細なことだよ、日常の。その裏に潜む隠された課題みたいなものを、解き明かしてくれる存在なんだよって、お互いが。だから衝突して一回終わっちゃうんだけど、そこを超えると最後はエース・オブ・カップス、ね、こうもうなんか天からこう降り注いでくるようなね、愛の世界へ到達することできるよっていうのが出てるね。だから中間が結構課題な声になるだろうね。そうだね、やっぱりね、あのね、心のとあるパート、未完成、未熟のままで終わらしている、その心のパートっていうのを互いに提示し合いなさいと、晒し合いなさいと、そのためのソウルメイト、パートナーだよっていうのが、出てるね。多分それができないと、中間のところで、最初はいいんだけどね、最初はとてもいい感じで入っていくんだけど、中間のところで頓挫しちゃう。だけどここを乗り越えると、本当の、恋愛者としてもそうだし、人間としても、到達すべきステータス、今世の課題を克服する、そういうレベルまでいけるよっていうのが、メッセージとして、見えるかな。
この相手にはね、お互いに魂胆とかね、三段とかいうもの必要ないっていうメッセージが来ます。うん、友達のようなんだけれども、お互いがお互いを正し合う、律し合う存在、高め合う存在だよっていうのが出てますね。だからね、この恋の導入はすごくね、優しいかもしれない。うん、自然で、ああ、ひょっとしたら、ただただ、この恋はね、自分を楽させてくれるんじゃないのなんて、そんな風に思うかもしれないけど、実際始まると、とても、とてもとても大きな、うん、ミッションを持ってる、うん、恋だよっていうのが見えるね。ソウルメイトなんだよね。お互いに同等。同じ課題を持ってて、うん、そして巡り合うべくして巡り合う、あなたの前に現れる恋人です。うん、年下の方か職場とかだと自分より立場がね、うん、下の方っていうのが出てるね。うん、まずね、やっぱり大きな機運の流れに乗っかって、お相手様はあなたの前に現れますっていうのが出てる。ただね、ちょっとね、三段が過ぎるそう良くないっていうのが出てるね。まあ、最後昇進ハートブレイクが出てるんだけど、スリーオブソーズ、どうだろうね。あなたはとても困っていたかもしれない。うん、ちょっとなんか行き詰まってる状態の時にこの方が現れて、相手の方ね、このお相手様が現れて、うん、あなたにインスピレーションを吹き込むんだよね。で、ぐーっとこう運気が上がる。で、まあ乗るかそるかで、まあ乗っていくわけだけれども、とてもね、才能がある方で、のんびり屋さんなのかな。のんびり屋さんゆえに人としての包容力を演出できてる人。で、実際にキャパシティもとてもね、多い方だと思う。大きい方だと思う。あなたはほっとけなくなってね、なんとか、うん、この人の力にこう、あやかりたいというような意識に駆られるっていうのがね、出てるね。このお相手様はね、引っ張ってってほしいタイプの人だと思う。うん、リードしてほしいっていうね、メッセージが来るから。ただかといってね、あんまりね、調子に乗りすぎるとちょっとね、やっぱり、うん、良くないよっていうのがね、出てるね。このお相手様と鑑みた時にね、あなたの、うん、立ち位置っていうのは非常に強いもので、この方と一緒にいることでね、うん、すごい利益を得るっていうのが出てる。多分一緒になっちゃうんだろうね。
うん、だけどハートブレイクっていうのが出てるから、どっちも傷ついちゃうよっていうのが出てるね。真逆の意味だよね。まあ陰影とかどう、こう影のフィクサーとかね、こう侵入者とかそういう意味で、こっちはまあ希望とか期待とか、うん、計画立てなさいっていう、うん、メッセージ。まあどちらにせよとても強いよね。うん、あなたの揺るがない立場、力っていうのを示している。このお相手様とのさ、生活に一体何を求めるべきなのか。まあね、背に腹は変えられない部分もある、世知辛い世の中を生きていくにあたって、うん、ただそれだけじゃないよねっていう、うん、メッセージが聞こえるかな。うん、このね、お相手様もあなたの言いなりかもしれない。あなたの言いなりかもしれない。で、あなた結構このお相手様を自由にさせるかもしれないね、分かってて。ただだん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 そのことがね、辛くなってくるよっていうメッセージがね、最初のうちは尖ってられる、エッジを立ててられるけど、だん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 辛くなってくるよって、うん、気づきがあって、うん、やっぱり成長の時を迎えて、やっぱりすごく辛くなっちゃうよっていう、だからその時のために準備しなさいっていう、うん、そんな声聞こえるな。高飛車に敵に、そうだね、蝶々で綺麗なんだけどね、軽薄さとかだよね。うん、ディスペア、赤ん坊、フォーチュン、最後いいの来た。あなたはね、この恋人をね、徹底的に追い詰めてしまうかもしれない。だけれども、うん、最後の最後でね、あなた自身も変わるし、変わったあなた自身を見て、うん、恋人も変わるから、とても良いカードが来ましたね。うん、そんな風に見えるかな。だからなんていうかな、あなたの強さに潜む、まあダメな部分って言い方変だけど、ひょっとすればそのダメな部分を覆い隠すためにあなたはすごく強がってるんだよって。で、ちょっと のっぽりしたのほほんとしたね、この恋人は、そのあなたの弱さを暴き出してくれる方かもしれないよね。立ち位置っていうのはもう絶対的に変わらないっていうのが出てる。あなたのが絶対的に強いんだけど、ハートはね、すごくやっぱりブレイクするっていうのが出てるから、うん、やっぱりね、なぜこの恋人があなたの前に現れたのかっていうことをね、うん、よくよく内観してみるといいと思うね。よくない未来の暗示としてはね、この彼が結局そのやっぱりあなたとの関係性に不満を持っちゃって、その別の方とのその子供を作っちゃうよっていうのも出てるから、うん、相当まあ追い込んでしまうだろうけれど、やっぱりキリキリのところで、うん、
こう改心して、どうだろうね、自分のその強さに潜む弱さっていうのをしっかり内観すると、うん、とっても良くなるんじゃないかな。うん、そのことを教えてくれる恋人だよっていうのが見えます。とてもなんか熟考されてるっていうメッセージが来るね。大本命ではない方かもしれないね。ダークホースのように出てきてる。ずっとずっとね、あなたのことを見てた、思いを寄せていた方だね。一度告白されたかもしれないね、このお相手様に。あなたは大失恋をしてます。そのタイミングを見計らって、この恋人はね、あなたの前に現れてますね。ずっとあなたのことを見てた方ですね。あなた自身もリベンジの意識みたいなもの、もしくは落ち込んでばかりいられない、大きな失恋、大きなこうタイミングを逃したっていうのが見えるんだけど、うん、そこで落ち込んでられないってことで、このかねてからのラブコール、申し出を受け入れたっていうのが出てるよね。とても熟考してるし、よく考えてらっしゃいますよね。ちょっと陰性のパワーが強いかもしれない。ちょっと怖いカード2枚あなたをね、とても固くなりさせる、そしてね、狂気に走らせるよって、インセイン、Go mad, go crazy でね、うん、走らせるよっていうのがね、うん、見えるね。あなたのね、ずっとね、思いをね、寄せてた方っていうのが見える。だからまあ、この現世だけで考えてもね、うん、積年の思いっていうのを持ってる方だっていうのが見えるんだけど、ひょっとすれば、前世でもね、うん、関係があった方かもしれないね。とても強いね、陰性のパワーを感じます。敵対する間柄だったかもしれないね。今世でこういう形で交わってきてる。で、あなたの中にあるカルマを刺激して強化する人だよっていうね、メッセージが来る。ただね、この方と一緒にいるとね、あなたとてもね、あのね、ストロング、うん、強くなりますね。怖いものがなくなる。なんていうかな、
白鯨を追うエイハブ船長みたいな心境になるんだね。うん。うん、あのね、このね、うん、恋人とね一緒に付き合っていくとね、あなたはどん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 こう力強くなっていくんだけども、いつしかね形勢が逆転してしまって、どうだろうね、このお相手様に依存してしまってるような状況になっちゃうのかな。だからこの恋人がいなくては生きていけなくなってしまうよっていうのがね見えるね。はためにはねそんな風に見えないはずだよ。もうあなたとてもパワフルでエネルギッシュで、うん、怖いもの知らずっていうのが見えるんだけど、ただ内心はねもうこの恋人がいないと生きていけないって。暗海の関係のようにね、うん、もうディープにくっついちゃってもう離れられないって。うん、とてもね強い陰性のパワー感じます。ひょっとすればね今世はこのまま乗り切っちゃうかもしれませんね。タイのカードをお選びになったあなただからね、この方とのね恋愛にのめり込むと、うん、そのまま、うん、Go to heaven、 そのままこう来世持ち越しかな。でお相手様はね絶対ね、この魂の青写真について語ることはない。本人もはっきり分かってるわけではないと思うけど、自分がどのようなね積年の思いを持ってあなたの前に現れたかっていう本当の本当の気持ちっていうのはあなたに言わないかもしれないね。とにかくあなたにいけないパワーを与えて、あなたを強くして、うん、突っ走らせる、うん、そういうね、うん、ちょっとダークパワー感じますね。ちょっと気をつけましょうね。